ブラウザーに表示された Wikipedia 英語版メインページの URL ユニフォームリソースロケータまたは統一資源一指定紙とはインターネット上のリソースを特定するための形式的な記号の並び。www をはじめとするインターネットアプリケーションにおいて提供されるリソースを主にその所在を表記することで特定する。なお、ここで言う リソースとはデータやサービスを指し、例えばウェブページの保存場所や電子メールの宛先といったものがそうである。ティム・バーナーズリーが1991年に発表した論文でユニバーサルリソースロケータと命名し、初期はその名が使われたが、現在の正式名称はユニフォームリソースロケータである。URL を含む一般概念として URI がある。URL は リソースの場所を特定する住所のようなものだと例えられることがある。また、日本では URL のことをアドレスと呼ぶことがあるが、これは MAC アドレスや IP アドレスなどと紛らわしく、技術用語としては好まれてはいない。https://ja.wikipedia.org/.wiki/.wikipedia は典型的な URL の例である。 URL はこのような特徴的な形式の文字列であり、www が普及した今日にあっては頻繁に目にするものである。上の URL は Wikipedia 日本語版の中にある Wikipedia について説明している項目というリソースを特定する。一般に URL はという形をしている。スキーム名としてはプロトコル名が用いられていることが多いがそれに限らない。 RFC1738 には次のスキーム名が定義されている。IANA に登録されたスキームが公式に認められたスキームであるとみなされており、RFC7595 で登録手続きなどについて規定されている。この他にも JavaScript スキームのように広く普及している非公式なスキームもある。URL のスキーム名以降の部分はスキームごとに定められた。 規則に従う。例えば、電子メールの宛先を表すメールとスキームの URL の場合、メールと ExampleExample.com のようになっており、先に挙げた HTTPS スキームの例とは大きく異なっている。HTTPS や FTP のような特定のホストに IP 接続する類のスキームでは次のような共通の形式が使われている。 この表記では、接続するプロトコルは、呼び出している、機能のプロトコルと同じものが使用される。ユーザー、パスワードアット、ホスト、ポート、URL パスクエリーストリング。https コロンスラッシュスラッシュ192.168.10.2スラッシュ。ipv4 の場合。https コロンスラッシュスラッシュ、fe80a1bit3。 125D C1F8 4781 IPv6 の場合、ワツグが URL リビングスタンダードを策定している。これは RFC 3986やその他 URL に関係する RFC を置き換える標準仕様である。ただし廃止などにする手続きが行われたわけではないので、隠し RFC も状態としては有効である。 なお、カール作者のダニエル・スタインバーグは URL スタンダードについても不十分という意見を発している。URL に関連する RFC には次のものがある。RFC1983 によるアドレスの語尺は次の通り。先頭の2分の単位はインターネットにおけるアドレスには主に4種類ある。電子メールアドレス、IP アドレス、MAC アドレス。 そして URL であるとなるが参考までに TRX 0令語2002による訳を次に引用する。W3C が発行している URL についての文書には次のものがある。高級リンクとは高級的な URL のこと。主にコンテンツ管理システム、とりわけブログツールにおいて個々の記事への URL が更新作業を繰り返しても変わらない仕組みを意味する。 一般的に URL は永久に変化しないことが好ましい。特定の記事あるいはウェブページに対する直接リンクが増大するにつれ、一方でリンク切れの大量発生も大きな問題となっている。そのような事態を避けるためコンテンツの更新作業が行われ、なおかつ更新履歴が保存されるシステムにおいて、有効なコンテンツへの URL が変動しないように、 データへの参照番号などを固定化するとともに参照方法を簡略化し URL が冗長にならないことが望ましいとされる。そのための特殊な手法として Apache Web Server の場合 m o d r e r i t e を使って URL を書き換えるパスインフォからパラメータを取得してプログラムを動作させるなどがある。特にもっと r e r i t e の場合は PHP による 動的コンテンツを性的な HTML コンテンツに見せかけることが容易にできてしまう。またパスインフォ方式の場合は動的コンテンツをサブディレクトリに見せかけることができる。このほかいわゆる携帯サイトでは URL を短縮化する様々な工夫が施されるようになっている。いずれにしても URL のみならずオリジナルのファイル拡張子を隠蔽することでスクリプトを画像や 音楽ファイルのように装うなど悪用の恐れもあるのでホスティングサーバにおいては利用が制限されるケースが多い。ありがとうございます。